皆様こんにちは。ビビリの家族へ行くキャンピングカー生活です。僕たち家族はこのキャンピングカーの中で3年間生活してきました。で、日本全国35都道府県を回ってきまして、今北海道の方に移住を果たして生活しているという形になります。で、今回ですね、この旅の中でいろいろ情報があるので、そちらをですね少しまとめて皆様にご報告できればなということで今回動画を撮っております。まあ車旅だったんですけどもですね、旅行でも使えるような情報になればなと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけども、はい、すいません、宣伝を一つだけ、あのビビリの家族が行くキャンピングカー生活オリジナルグッズ、ビレッジヴァンガードさんと、共にコラボ製品で今発売しております。6月11日までビレッジヴァンガードさんの EC サイトにて購入できますので、ぜひよろしくお願いします。妻のむっちゃんが全部デザインしてくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱり一番こう食がね、うん、まあ本当に決めきれないんですけども、うん、お酒を飲んでね、やっぱりそうだね、毎日絶対飲むからね、絶対いただいてたんですけど、うん、各地のやっぱり居酒屋さんっていうのに行きたいんですけど、なかなかこう車旅だとね、うん、やっぱ飲んだ後にこうタクシーに乗るっていう、まあ、なかなか節約しながら生活してたので、うん、まあそれでもですね、車中泊スポットから近いおすすめの居酒屋さんがあったので、そちらをまずご紹介させていただきます。まず宮崎県にある、渡辺、あ、最高だったねっていう居酒屋さんなんですけども、僕たちは、うん、あの鶏刺しがすごい好きで、うん、ちょっと中毒になってたよね。ちょっと食べ過ぎてたぐらい食べてたんですけど、あのスーパー行ったら絶対買ってたね、うん、いろんなところの実は鶏刺しいただいたんですよね、うん、でその中でやっぱり衝撃的に美味しかったのがこの渡辺の、やっぱ全然違ったよね、はい、あとチキン南蛮ともつ鍋と、もつ鍋超美味しかった ね。もうお腹いっぱいだからさ、ラーメンだけでって思ってラーメン食べたら美味しすぎて、そうそう、結局、ね、あのお米も頼んでね、雑炊にして、はい、すっごい美味しかった、ね、すごい美味しかったです。これは本当におすすめの、2回ぐらい行っちゃったよね。2回行かないで、あのリーズナブルなんですよね、うん、あ、そんな高くなくて、うん、福島の道の駅から徒歩 2,3 分なので、うん、あの非常に効率で、もう 2,3 分っていうか目の前だよね、目の前に近いところですね、うん、道路渡って前みたいな、はい、うん、続きましてですね、うん、四国、高知の苦悶屋さんです。あ、はい、ね、あそこ良かった ね。地元の方に聞いて行った居酒屋さんなんですけど、うん、ちょっと郷土料理みたいなのも出てて、うん、でその時のその旬なものをその時の味で出してくれるんだと思うんですけど、うつぼとか衝撃的に美味しかったですね。私がやっぱ一番印象に残ってるのはうつぼのたたき、ね、うん、あれは本当に美味しかった。なんか思わぬ味だったというか、うんうんうん、たたき美味しかったね。また行きたいな、くもん屋、また行きたいね。なんか雰囲気もいいんですよね。くもん屋さんは天神橋パーキングというところですね、うん、ここに僕らは泊めて、有料なんですけども、まあ、トイレもついてて、うん、車中泊もできるっていう、まあ、なんか景観も結構良くてね。そう、川の目の前で、くもん屋さんまでは多分10分15分ぐらいは多分歩くと思うので、うん、ちょっと歩くね、うん、トイレとか新しくはないんですけど、うん、でもなんか清掃していただいてて、そういう飲み屋街のパーキングって聞いてたから、うん、泥酔してる人いっぱいいるのかなって勝手に想像したりもいなかった。自分が一番泥酔してたんじゃない。はい、じゃあ次は北海道から。北海道、はい、うん、蒲田商店さん、ここはね、うん、ちょっと居酒屋とはちょっと違って、うん、居酒屋じゃないよね。もう車中泊場所と近いっていうのと、あとお酒を持ち込みで行けるんですよね。あの少しイレギュラーですけども、居酒屋部門にノミネートされました今回。はい、これはもう外せないですね。あの北海道の三国ですね、あの車庫端の方なんですけども、露店なんですね。そこの隣にね車を止めて、うん、その時の旬なものをその場所で大将が焼いたりさばいてくれたりして食べれるという。で車の中にねふいって持ってきてくれる、うん、バーベキューコンロもあるので、そこで焼いて食べることもできます。私タコの刺身ってあんま興味なかったんだけど、うん、あそこで食べたタコが美味しすぎて、ね、タコ好きな、ね、ケースが美味しかったね。ちょっと今すぐ行きたい。でやっぱお安いんですよね、リーズナブルなので、うん、すごい満足感が出ると思います、ね、琴ちゃんもあそこから焼き魚好きになったんじゃない、ね、で蒲田商店さんの場合は車中泊スポットがですね、三国漁港、三国漁港海岸緑地広場、トイレも綺麗でした、うん、はい、で一応キャンプ場ではないんですけどテントも張って
OK とのことなんですけど、ちょっとゴミの問題が最近出てるみたいなので、まあ、その辺のマナーを守っていただければという形みたいです。ただ立地的にはすごい良くて、蒲田商店さんで買い物をして持って帰って、車中泊とセットでもすごい楽しめる場所だよね、蒲田商店さん。あれと日本酒をねちょちょっとこうやりたいんですね。お酒を準備して、うんうんうん、ちょっと車中泊する気で行きたいね、今度はね。はい、じゃあ続いて定食部門参ります。これを3つセレクトさせていただきました。岐阜県、川魚料理一倉さんですね、ここのアマゴ定食、こんにゃくすっごい好かった、刺身こんにゃくがあったんですけど、これがまずめちゃくちゃ美味しかったのと、あとやっぱこのアマゴで、その場でまあオーダー入ったらもちろん焼いてくれるんですけど、ほんと臭みなくてね、すごい美味しかったです。すごい美味しかった、はい。ちょっと一つ言えば、まあ、あの頃からね、ことがだいぶ食べるようになってて、うん、まあ、ちょっと予算の関係で定食一つにラーメン一つをこう3人で分けて、うん、まあ、ちょっとお腹はで、ことが結構食べたからね。そうですね、うん、定食部門もう一つ、うん、まあ、こちらも同じ系統の定食になるんですけど、ね、ここもね、絶対ちょっとご紹介させていただきたいなと思って、うん、熊本県、うん、産山水魚園さんです、ね、地元の方に聞いていったんですけど、うん、ちょっと道が険しいんですけども、ほんと行ってよかった場所だよ ね。で、養殖場の一角にこう定食食べれるところがあるんですけど、まあ、マス料理とあとヤマメ料理になるんですけど、ボリュームがとにかくすごい、ね、はい、いっぱい出てきたね、はい。で、まあ、その場で養殖してる魚をもちろんこう組み上げてくれて調理していただけるんですけど、うん、全部自家製だよね。漬物も全部自家製だし、うん、ご飯もね、きび、うん、が入ってるし、ね、そうですね、なんか健康に良さそうな、はい、美味しかったね、フライがすごい美味しかったな、フライ美味しかった、全部美味しかったんだけど、ね、ボリューム満点でした。ここはね、2つ頼んでみんなでシェアしたけど全然余裕だったね。あ、全然余裕だったね、余裕でした、うん、はい。1500円でこのボリュームは本当に美味しかったし、うん、味本当に良かったです、美味しかったね、ぜひ、うん。で、最後はちょっとイレギュラーなんですけども、鹿児島県の原田米店、あ、はい、お米の概念を変えてくれるお店なんですよね、うん、その佇まいもすごいおしゃれで、おしゃれ、めちゃめちゃおしゃれ、お米屋さんには見えないんですけど、奥戸体験、1人3000円だったんじゃないかな、はい、昔のね、米を炊く道具みたいなやつに自分で火を炊いて、うん、いただくっていう、漬物とお味噌汁だけ出てきて定食で食べてくださいって言うんだけど、うん、もうびっくりしたよね、こんなに違うんだと思って。その派手なおかずじゃないんだけど、それがね、すっごく美味しくて、結構時間がかかるんですよね、その体験だと。なので、こうランチだけでもいただけるコースもあるみたいです。そうなんだ、はい、そしたらランチ食べに行ったらいい、はい、ことちゃんも米ちょっとしか食べないのにいっぱい食べてくれた、すごい食べて、ここにつけながらね、あとアイスも出てきた、あ、そう、アイスがね、めちゃくちゃ美味しくて、お米のアイスで米粒入ってるんだよね、米粒が入ってるんですけど、 それがまたね、なんか美味しかった、チョコチップみたいな感覚で、米なんだけどね。じゃ続きましてラーメン部門参りましょう、はい、いっぱい食べましたね、いただきました。もう日本どこで食べてもやっぱ美味しいですよね、うんうんうん、僕たちは基本的に出汁系が好きで、醤油ベースが結構好きなので、ちょっと偏ってしまうかもしれないんですけども、まず一つ目が新潟県の太一さん、美味しいラーメン屋ですね。びっくりしちゃったの思い出す長岡ラーメンはいくつかねちょっといただいたんですけども、まあ、有名なお店も紹介してもらってね、太一さんもその中の一つでね、もう生姜の香りですよ ね、うん、ね、あれが美味しいよね、うん、本当にね、なんか食べるほど美味しくなる、美味しくなる、忘れられないんですよね、うん、子供のラーメンが無料です、これ嬉しいよね、ありがたい、うん、ただちょっとね、キャンピングが若干ちょっと止めにくいので、時間をちょっと早めに行っていただくか、ちょっと遅らせた方がいいと思います、うん、行列だよね、行列ですね、並ぶのが当たり前、はい、そうですね、うん、そしてラーメン部門もう一つ、秋田県道の駅比内比内地鶏ラーメン、これすっごい美味しかった、ね、なんか一口食べた瞬間に、うん、この味好きと思って、うん、なんかキリ系のスープなんですけど、うん、コクがあるんだよ ね、本当ね、すっごい美味しかった。あとここさ、うん、あのラーメンの後もデザートでさ、食べたソフトクリームがなんかさっぱりしてて美味しかったよね、うん、この比内地鶏ラーメンとこのセットで ね、ぜひぜひいただいてみていただきたいなと思います、うん、はい、ラーメン部門の最後は、うん、まあちょっとね、ここはちょっと外せなかった、うん、なんとうどん県の香川県から、うん、ハマンドさんですね、もう朝ラーメンの店で、うん、本当に雑味のない、本当に美しいよね、美しいラーメン、作品的な感じだと思います、うん、実は朝ラーメンのメニューには載ってないんですけど、チャーシュー丼もね
言えば、ね、あれ出してくれるんですけど、めっちゃ美味しかったね。美味しかった。君にセンスがいいんだよね。おそらくすごい方なんだよね、うん、だろうね、うん、やっぱりこだわりがすごいのかな。こだわりがすごくて、すごい素敵な方、まあ、朝早くからやってるんで、うんうん、でお昼もねまた違うお店に移ってハーマンドさんやってるんで、うん、ぜひぜひ伺ってみていただければと思います。はい、じゃあ続いていきます。お持ち帰り部門参ります。ちょっとおすすめなの3選選びました、まずはこちら外せないです。山口県の三角屋さん、外せないね。外せないです、うん、サンドイッチ屋さんなんですけど、住宅街の中にポツンとあるお店なんですけど、うん、即完売してるお店で大人気のお店です。驚いた。驚いたね。うん、あの素材にすごいこだわってるお店で、このさ売ってるものもさ、うん、すごくおすすめだよね。うん、あの自然派のものね。乾燥わかめとか乾燥ひじきとかも売ってるんだけど、ひじきめっちゃ美味しい。なんかそのひじきとポテトサラダのサンドイッチとかもすごい美味しい。うん、もう12時で売り切れてるからね。すごすぎのサンドイッチ屋さん。美味しいですあそこは、うん。インスタを通して事前に予約した方が絶対いいね。多分いいと思いますので。うん、おみやもう一つ長野県なんですけど、道の駅堀金の里、うん、ここのお惣菜です。これすごいめちゃくちゃ美味しかった、ね、ちょっと失礼な言い方になるんですけど、そんなにこう期待は実はそんなしてなくて ね、 ね、とにかくあのその日松本城の観光をしようと思ってて、うん、あんまり時間がないからそのお惣菜を買ってね、あの、うん、松本城の駐車場で食べようって言ったらまさかびっくりするほど美味しかった。美味しかった。しかもなんかオープン前からめっちゃ並んでた、うんうんうん、そうだ ね、 ねすごい混んでた。いい日本酒を買ってお惣菜買いに行きたい、ね、うん、うん、YouTube でもコメントいただいてて、あそこのお惣菜美味しいですよねって言ってる方がいたから、やっぱ有名なのかもしれないですね、うん、しかもリーズナブルです。リーズナブルですね、うん、高くなかったはず、はい、だからいっぱい買ったんだよね、うん、はい、じゃあ続いていきます。お持ち帰り部門やっぱ最後は馬刺しですね。あこれはね、ね、おみやおね、簡単には買えないからね。そう、簡単には買えないんですけど、うん、でもちょっと何かをこう我慢して馬刺し買うっていうのが結構あって、僕たちが好きだったのが栗山さんですね、うん、なんかもう思い出に深いな、ね、でも初めてお店で買ったのかな、うん、あとは山鹿市にあるくたみやさんっていうところもすっごい美味しくて、うん、美味しかったね。ね、ちょっと動画にはしてないんですけど、うん、すごい残ってるよね。あそこも美味しかったですね、うんうん。コトーも初めて馬刺しを食べて、うん、はい、僕らが全然臭みないねって言ったらもうコトーもそれ真似してねすごい美味しいです。すごい臭くない。みんなさんも食べてみて。美味しいよ。全然臭くないし。馬刺しじゃん、何でも臭くないって言い出したんですけど、うん、まあ、でも本当にそのぐらいこう肉の臭みがないってくて、うん、はい、馬刺し美味しいね。馬刺しはもう、うん、グルメ部門も正直言い出したらもっと1時間ぐらいまだできるんですけど、ね、この辺でグルメは切らせていただきます、うん、あ寂しいな、はい、これ車中飯ということで、こう簡単で美味しくて、うん、家族みんなで楽しめる食事って、うん、まずはやっぱもんじゃ焼き、うん、これはもう楽しいですね、はい、やってました、うん、小麦粉に水とソースと、うんうん、あと美味しさの秘訣があの粉々の鰹節みたいな、鰹節じゃなくて粉末、ね、そう粉末のやつを入れるから美味しいんだよね、うん、なるほどなるほど。でうちはしらすとしそとあとチーズ、そうで餅を入れるのが、餅を入れて食べると結構お腹いっぱいに、うん、そう餅のおかげでねお腹いっぱいになる、はい、結構社内に知り合った方が来てくれたりとかした時ももんじゃちょっとやったりしたよね、うん、結構お腹いっぱいになります。で次がピザ。ピザ、はい、意外とね絶対できないと思ってたけど、そうそう、ね、ま、そのスーパーで売ってる、ね、袋に入ったピザ、うん、あれを買ってきて、でフライパンに薄く油を引いて、まあ、ティッシュで拭き取って、で弱火な状態で乗せてね、うん、であとうちはまたシラスになるんですけどシラス好きだよねシラスとシソの組み合わせね。追いチーズ入れて、うん、で水をちょっと入れて、まあ、10cc ぐらいかな。で蓋を閉めてちょっと蒸すんですよね、うん、蒸して焼いて、で上の表面のチーズが溶けたぐらいで蓋を取って、ちょっと残ってる水分を強火で飛ばして、簡単で手間がかかるんですね。そうだね、うまいこと言うとめっちゃカリッと、うん、すごい美味しい。なんかいけるねって感じだよ ね、 ね、ピザ一番手間かかんないんじゃな い、 かかない、はい、コトちゃん超喜びですね。と喜びです し、 しかもまあね、私たちもお酒進む、うん、結局お酒だこれ私すっごい好きだった、うんうん、酸味もあり、うん、ちょっとシュワッとしてて、うんうん、すごい美味しかった。
めちゃくちゃ良かったよね。ぬるぬる、はい、すごい温泉だよね。本当に絶対近く行ったら絶対行かなきゃ気が済まない、はい、車中泊にはすごい良かった、うん、本当におすすめの場所です、うん、行けないと思ってたんだよね。敷居が高いと思って結構諦めムードだったんだけど、うん、